ビートライブアンダーエイティーンのノアです。ビートライブ TV 上半期総集編をどうぞ。1月恒例ネクストゲートシリーズ、1月末にはアイリキャスターがニュースコーナーを卒業、ミクキャスターがピンチヒッターに。ビートライブニュース、先週ニュースキャスターを卒業したアイリさんに代わってしばらく私がピンチヒッターを務めることになりました。 And this dance is called pop. And this name, it is said that this dance came from robot dance. Then let's look at the movement of general. 5, 6, 5, 6. February, March, さまざまなイベントをリポート。普段はスタジオでダンスを踊っているキッズたちがファッションモデルとして登場しました。私も通訳兼生徒としてワークショップを受けさせていただきました。そしてルースジョイントさん、素晴らしい時間をありがとうございました。4月、長年ビートライブ TV のアシスタントを務めたゆきさんが卒業、あかりアシスタントにバトンタッチ。はい、さあ始まりました、ビートライブ TV ナビゲーターのタボです。アシスタントのあかりです、よろしくお願いします。さあ先週アシスタントを卒業したゆきに代わり、今週からあかりがアシスタントを務めてくれます。はい、お願いします。ニュースコーナーもミッキャスターからしおりキャスターにバトンタッチ。しおりです。まずはキャプテンの就任の感想をどうぞ。9代目アンダー18のキャプテンしおりです。2016年に入り2ヶ月ごとにナンバーワンダンスバトルが開催され、ちびちびコンバットの活躍が目立ちました。5月、春の発表会が初めて梅小路公園で開催されました。新しい雰囲気で放送が続きました。Untouchable, unstoppable, unusual. Oh, yeah. Let me tell you a little story about
6月、イベントのリポートもバラエティ豊かでした。ヒップホップクラスです。5日かけて一つの作品が仕上がりました。ダンサーのための演劇ワークショップという珍しいワークショップが大阪で開催されました。言葉を一切使わずに相手との振りを映し合ったんですけど、ダンサーでは音楽を使ったり踊ったりするんですけど、今回そこ来たかとか裏を突かれるルーティーンがいっぱいあってもうやばかったです。道端アンジェリカさん、 DJ リードさんに来ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。7月29日東京 ZEP 東京で世界最大のヒップホップの祭典サマージャムがついに日本に来るんで、皆さんぜひ遊びに来てください。こうして5月4日のステージは終わりました。続いては、はい、5月5日のキッズデーにやってきました。今日もたくさんのキッズダンサーが登場しました。ダイジェストでどうぞ。今のキッズたちが立派な大人になった頃、リニアは京都を通っているのでしょうか。イベントを盛り上げるためにキッズダンサーのパフォーマンスも行われました。以上、ビートライブ TV 上半期総集編でした。そして今後のビートライブ TV です。まずは6月に開催された武勇伝の放送が控えています。さらにはホット97サマージャム東京の取材、京都真夏の祭典ナンバーワンサマーフェスタ2016の開催と放送、そして秋の恒例海外探訪機の撮影と放送が予定されています。そしてそして番組として新しい試みである短編ダンスドラマも現在ロケが進行中です。こちらは秋の公開予定です。どうぞご期待ください。CM の後はニュースコーナー、チャンネルはそのまま。